s w ッ t 分析 s w ッ t 分析とは目標を達成するために意思決定を必要としている組織や個人の事業上の競合やプロジェクト計画などに関係する脅威について外部環境や内部環境を強み、弱み、機械、脅威の4つのカテゴリーで要因分析し事業環境変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法の一つである。 s w ッ t 分析は意思決定プロセスの予備段階で使用することができ、多くの種類の組織の戦略的地位を評価するためのツールとして使用できる。事業主体、またはプロジェクトの目的を明示し、その目的を達成するために好ましい、または不利な内的及び外的要因の特定を目的とする。s w ッ t 分析のユーザーはツールを有用にし、 競争上の優位性を特定するために、各カテゴリーに意味のある情報を生成するための質問と回答を実施することが多い。SWAT は戦略分析の試行錯誤ツールとして説明されているが、その限界についても指摘されている。SWAT 分析では、強みと弱みには内的要因が多く、機械や脅威は外的要因が一般的である仮定している。 的確な意思決定には、スワットの正しい理解が必要である。意思決定者は与えられた、スワットをもとに目標が達成可能であるかを判断し、達成が不可能であると判断した場合、別の目標をもとに、再度スワット分析をやり直す必要がある。達成が可能であると判断した場合、以下の質問に対する回答を考えることで、創造的な戦略につなげることができる。 スワット分析は会計、営業、経営者、エンジニアなどの構成チームにより行われることが理想的である。一部の著者は、スワット分析は、広中500企業からのデータを使用して、1960年代から1970年代にかけてスタンフォード研究所で大会を率いたアルバート・ハンフリーが発案者だとしているが、ハンフリー自身は、 スワットの発案を主張しておらず、期限は不明瞭なままである。スワット分析の目的は、目標を達成することにとって重要な内外の要因を特定することである。このため、重要な要因を以下の2つに分類する。内的要因は、目標への影響により強み、または弱みとなる。ある目標についての強みは、 別の目標についての弱みとなる可能性がある。内的要因には、人材、財務、製造力などのほかマーケティングの 4P、プライス、プロモーション、プレイスが含まれる。外的要因には、マクロ経済、技術革新、法令、社会環境、文化の変化が含まれる。これらの分析結果は、マトリックス形式で表されることが多い。 スワット分析の有用性は営利組織に限らない。目標さえ定められれば、スワット分析はどのような意思決定状況でも使用できる。スワット分析は危機管理においても使用される。これらの場合でも問題の解明と目標志向の発展につながる。スワット分析は社会サービスや社会変革の取り組みの成功を促進、または阻害する。 組織、地域社会、及びより広範な社会における肯定的及び、否定的な要因を特定するためのツールとして、組織で使用されてきた。組織における強み、弱み、機会、脅威を評価する、予備リソースとして使用される。s w ッ t 分析は、プランニングの一部であるが、単独で使用するだけでは、戦略計画を提供せず、s w ッ t リストは一連の推奨事項の提示に止まる。 組織で行われた、スワット分析の例組織で行われた単純なスワット、分析の例強み弱み、機械、脅威、スワットは議論の出発点として意図されており、特に急速に変化する環境において、競争上の優位性を達成する方法をマネージャーに示すことはできない。メノンラ・ヒルとウェストブルックは、後に誰も戦略の後期段階で出力を使用しなかったことを示唆した。 他の人は、キュンゴえへのスワットリストを批判した。コスト管理などの強みの一つだけに焦点を当ててしまうと、製品の品質など、弱みを無視する可能性がある。組織メンバーのうちの一人か二人のみの声が大きいと、他のメンバーの貢献の可能性を軽視してしまう。マイケル・ポーターは、厳格さに欠けば当たり的なスワットの弱点に対応するためにファイブフォース分析を開発した。 その他にも、ウォーツアップやトスといったフレームワークが作られた。スワット分析の他の弱点として、例えば、目標を達成する際に、本質的に重要であることを考えずに、単なる、スワットリストの編集に注力してしまう可能性がある。また、弱い、機械と強い、脅威を釣り合わせるために、明確な優先順位や、批判なしに分析が行われる可能性がある。 慎重に分析を行うためには、いかなるスワット項目も早期に取り除かないことが重要である。個々のスワット項目の重要性は、それが生み出す戦略の価値によって決まる。すなわち、価値ある戦略を生み出す。スワット項目は重要であり、生み出さないスワット項目は重要ではないと判断される。スワット分析に関して、以下のような誤りが観察されたことがあり、 注意が必要である。ありがとうございます。